日本プロジェクト海で宝。那覇大綱引き祭り RBC 市民フェスティバルの会場へやってきました。今から子どもたちに大人気の龍神モビルショーが始まりますよ。悪の魔人ムン軍団と戦うのは未来家内からやってきた魂の戦士龍神マブヤー。おっとマブヤー大ピンチ。そこへ心強い味方アバサンシンが登場。海のゴミを間違えて食べてしまい海モンスターになってしまったアバサンシン。モンスターといっても海をきれいに大切にするという感謝の気持ちを人間に伝えている優しい心の持ち主なんです。このアバサンシンは2017年に海と日本プロジェクト in 沖縄県が主催した海モンスターイラスト募集において1400点もの応募の中から選ばれました。ハリセンボンの沖縄の呼び方アバサーと宮古島の言葉であれという時に使うアバ、さらに三振といった沖縄の要素を取り入れたユニークな名前。みんなのパワーをマブヤ魂に届けて。そこへアバ三振の新しい技が飛び出しました。大きな目で悪い人を見つけて三振の音色を聞かせていい人にするという心優しいアバ三振ならではの技。このオーシャン三振、実は今年7月に開催された海の子ども体験合宿において参加した子どもたちみんなで考えた技なんです。アバ三神とマブヤーたちによって今日も海の平和が守られました。そして会場には環境パネル展やこれまでの活動報告を展示したジュラビーチクリーンプロジェクトのブースが登場しています。来場者にオリジナルのゴミ袋を配布して会場内でポイ捨てされたゴミなどを集めてもらうキャンペーンを実施しました。ゴミを集めた袋をブースに持ち込むとその場で抽選会に参加。こちらのオリジナルステンレスタンブラーなどがプレゼントされました。今回の活動を通してお祭りを楽しみながらも会場を汚さないという意識が参加した皆さんに伝わったのではないでしょうか。チュラミ海と日本。